まみもえもさやかです。東京ザナドゥ X プラスパート81になります。増えてます。今最終話に入ってるんですけれども、左上に佐伯五郎先生が入ってきました。そしてさらに左上にまだスペースがあるんですけど、まあこれも察していくスタイルなのかどうなのか。でも右下もだんだん怪しくなってきてね。どういうことなんでしょうか、よくわかりませんけれども、最終話もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。というわけで、街の様子、そしていろいろ見ていこうかなっていうところなんですけれども、2階には行けてっていう感じか。とりあえずここのお話をしていこう。あ、本当、怖怖。見えてるんだね。はい、元から存じ上げておった。村雲大社に連なる巫女の一人として。へえ、そうなんだ。意外とみんな知ってるっていうね。なるほど。はい、いやー、みんな守ってほしいね。ここは変わってない。あ、森宮市民、森宮に平和が戻りますよう、安心して暮らせる世界になりますよう祈願申し上げます。ご丁寧。父親、あ、見えてるんだ。っていうぐらいもう力が強いんだよね。霊感がない人でも見えるみたいな。確かにね。いや、ほんとこの世割り来たんじゃってなるよね。はい。ん？あの文様は国防軍の基地でも現れた。ええ、どうやら塔から伸びてきているものみたい。東京迷彩の時も似た現象が起きていたけど。そうなのか。ともかくこの神社は聖域になっているみたいね。その異界の正気もこの中までは及ばないはず。時坂君のおじい様がいれば当面心配はいらないでしょう。ああ、そんじゃあまずは近場の森宮商店街に行こう。何があるかわからねえ、十分に警戒していくとしようぜ。うん、おーい、では行きます。森宮商店街、文様は来とるね。さて、ここにも文様と正気。やはり市内全域に伸びているみたいね。商店街の人たちは大丈夫なのか。ねえ、人がいられるの？どうした？亮太のおじさん、柳さんも。何があったんですか？ああ、化け物が出た。高博くんが逃がしてくれて、だと。柊。うん。ええ、急ぎましょう。え、高博くんすごいな。あ、見えてんの武器。武器見えてるっぽい。曲かっこいい。あ、大きいのもおるね。おじいちゃん。ちぇ、なんとか子供らだけでも。ラいいね、射撃系。アスカさん。小僧もか。タカ兄、じいさんも話は後だ。ここは任せて、避難を。
人でやるね。よく見たら羽あるんだこの子。これ使ってこれ。ほい。やったわね。ああ、なんとかなったか。しかし今の、前にしおりを襲ったのと同じタイプか。ね、私も思った。ええ、同じ種類の怪がいないわけじゃないけど、今まで町で現れたものが復活しているのかもしれない。マジかよ。なんか遺伝子情報は残ってたみたいな。なぜ戻ってきてしまったのか。皆さん、高兄たちは大丈夫だったか。神社に逃げた方がいいよ。まあ、詳しい話は後でわしの方からしてやろう。お二人とも本当に無事でよかったです。ああ、まゆちゃんたちもな。まだまだわしらはね。改めて状況を教えていただけませんか。やってきますよ。そうですか。ネメシス本部とも。あ、連絡取れない系。ああ、電話はもちろん通信も途切れちまっている。なるほど。おそらく森宮氏そのものが外界と隔絶しちまってるんだろう。なんてこったい。外からの助けは期待できねえってわけか。おまけにいつまたグリードが現れるかもわからねえ。はい、なんとかしないとっておじいちゃんと話してて、ちょうど準備をしていたところなんです。準備。そうか、魔除けの霊具ですね。ああ、こんなこともあろうかとそれなりに作ってあってな。蔵から持ってくるから設置するのを手伝うがいい。へえ、空の奇跡のゼロ力場発生器みたいなの思い出すじゃないですか。これであれすんの？結界みたいなの作るの？いいねいいね。設置の旅が始まるかもしれない。これでひとまずは大丈夫ってわけか。ええ、カイもこの一角には簡単に近寄れなくなったはずよ。あのサイズであそこまでの範囲をカバーする結界具、さすがは地平さんですね。へえ、伊達に霊具職人は名乗っちゃいないさ。しかし孤立してるってな、依然変わりはしねえ。補給もない今、正直なところどこまで持つかわからんな。うん。他の場所もこんな状況ってわけか。なるべく急いで様子を見に行った方が良さそうだな。あの、どうか残りの結界具も持って行ってください。助かる。お二人ならきっと役立ててもらえると思うし。小僧、しっかりとジョーちゃんを支えてやれ。お前たちならこの状況もなんとか乗り越えられるはずだ。まゆちゃん、地平さん。ああ、任せてくれ。はい、手に入れました。おのおのの場所に配るのかな。さてと、次はどこに向かうかだが。って、どうした、妙に考え込んだ顔して。いえ、やっぱりサイフォンの通話が使えないのは厳しいと思って。ね、外界との連絡は無理にしてもこの先きっと必要になるわね。確かに。ヒイラギは何とかできないのか。いや、ほんとスマホって便利よね。使えなくなった時の衝撃たるや。確かサイフォンはもともとネメシスが開発したって話だが。さすがに無理ね。私は技術者ではないから。山岡さんなら力になってくれそうだけど。ヒイラギの下宿先のカフェのマスターか。だったら次は踏切を越えてレンガ小道に行ってみるか。ユキノさんが無事なら情報も手に入るかもしれないし。なるほど、いい線ね。それがいいと思う。準備ができたら早速出発しましょう。うん、
まずはこの辺りの話でもしていこう。おー、ここにいないんだ千鶴ちゃん。うん、え、大丈夫？ね、怪我しちゃったの？ありがとう、頑張るよ。まあでもそうよね。そうなんだ、剣道初段なんだ。あ、なんか出てる。うわあんなにアーマー揃えたのにな。あんなに揃えたのにな。ゴロー先生にあげるんだ、ラバーベルト。あんなに揃えたのにな。買うけど。ここがいいか。ん？話したっけこっち。そろそろマジで料理しないとな。料理はでもレシピが全部揃ってからにしようかな的な感じなんだけど。あー、なるほどね。俺が絶対守ってやっから。立ってる、久しぶりに。猫ちゃんは？猫ちゃんじゃない、アパート住人。タイフォン通じないでしょ、警察ね。こんなもんかな。よし、仲間ありっつっても人いるんかな。よいしょ。自兵さん認められた。なに。うん、隠しクエ。ああ、そうか、アモアの羽衣。へえ、すご。何、ゼムリアストーン系の話をしてるの？ヒーローカネ来た。ヒーローカネなんだ。イース8ヒーローカネだったよね。2つ。思考のなんちゃら。あ、マスターコーマは取り扱い始めたの。もう一回読みたい。変わってない。ようこそくぐら屋へ。包丁セット塩先輩に。オートクレール滝でも炎か、嬉しい。どんな感じ、攻撃が増えるんだ。ほい、ありがとうございました。ようこそくぐら屋へ。スキル系は大丈夫かな。またお待ちしてますね。次、まあ誰もいないかな。次
蕎麦屋さん。さすがに客はおらんね。潮先輩か空ちゃんここいるかなと思ったけど、おらんやったね。見つけたら連絡させないとね。プレゼントがたまりがちなんよね。さて何を見るのかしら。レシピがあと2飛んでる。じゃあまた今度ね。大丈夫かな。大して全然ね、こうなんか気軽にやってるんだよね今回。じゃあ次レンガ小道行きます。グリードがこんなに。放ってはおけない。一匹残らず片付けるわよ。ほい、かっこいいね曲が本当に。なんかエクスドライブ使っちゃう。さあ決めるぜ。ほら。今ので全部みたいね。お疲れだったわね。お揃いで。ユキノさん。やっと目覚めて行動を開始したみたいね。アスカ君も無事で何よりだ。マスターも。ご無事だったんですね。で、どうして俺が気を失ってたことを知ってるんすか。やっぱそういう意味か。企業秘密よ。こうなったらもう隠しカメラっていうか、盗聴器がつけられとるで。この周辺の住民は屋内に避難しています。二人とも一旦。え、そんな出てくる。さあ参りますと。やだもう。かっこいい。なんで普通の武器でいけてんの。トゲ。いや、わしらより強いのでは。お見事です。いや、お見事ですね。とりあえず持ってきた結界を設置した方がいいわね。なんで知ってるの。それが終わり次第カフェで一服しましょう。皆さん、これがねファルコムです。いやツッコミしきれないよ。さてはて。こちらも外界との連絡は全く取れていない状況です。どうやら時空間を隔絶する不可侵の結界のようでしてな。うんうん。脱出することはもちろん、外からの侵入も不可能だわ。裏の三勢力もさぞ手をこまねいているんじゃないかしら。やはり外からの助けは期待できそうにないですね。森宮にいる私たちだけで何とかするしかないでしょう。だな。で、そんなあなたたちに朗報よ。 XRC メンバーの消息情報が入ってきているわ。どこから。本当すか。場所は定かじゃないけど、市内のどこかにいるのは確実ね。今ちょうどつてを当たっているところよ。そうでしたか。よかった。とりあえず無事みたいね。ああ、なんとかして絶対に合流しねえとな。噂をすれば。ちょっと失礼。なんでサイフォン使えてんの。誰も疑問持たないのって、サイフォン繋がるんすか。ねえマスター、ひょっとして。ああ、サイフォンに搭載された特殊モードを使っているんだ。あくまで限られた範囲だが、
端末同士が直接通信可能になる。ああ、トランシーバーみたいなってこと？何かと必要になるだろうし、後で設定方法を教えておこう。ありがとうございます。助かるっす。お仲間の情報よ。ソウルデバイスを持った学生が記念公園で目撃されたわ。この近くか。例の柱もある場所ね。二人ともどうか気をつけて。せいぜい健闘を祈らせてもらうわ。了解っす。万全の準備をしてから向かいましょう。あ、トア先輩に。え、これ帰った方がいいやつなのでは？ショップ情報が更新されました。なるほどな。あー、レムちゃん、いや、あのムービーはかっこよかったっすね。さて、とりあえずカフェに逃げてたら良いのではないでしょうか。それね、剣さばき普通じゃなかったね。こう新レベル、そんなことある？マスターはネメシスの研究者だった私の父の元上司。なるほどね。今あるサイフォンの礎となる技術の開発に携わった偉大な人。はあ。ね。あ、そうなんだ。へえ。やる。買い物中は心細いな。あ、見てたんね。え、あ、ありがとう。勝負の時に飲む。これでハッスルハッスル。心奪っちゃったか。あ、イヤホン。ここにイヤホンあんだ。リオンに。ね、タロット何？一言で言うなら風術の応用。へえ。なるほどね。一生わかんないんだろうな。雪の伝説がさ、一作できちゃうからね、ゲームが。いらっしゃい。あ、アールシャーセイオルゴールってあれじゃないの？なんだっけ、クレア・リーベルトのあのあれよ。あれよ、リーベルト社のオルゴール。三月先輩か。あ、これ欲しいんよな。そう、もう一回行きたいな。二箇所行きたい。三枚。それじゃあどんな、あら、
お役立ち情報、おすすめ装備。柳スポーツ。ジョディアック12企業の一社。中盤にかけて使用できる最強クラスの装備。全員に買えっちゅうことか。はーい、そうよね。付き替えるのちょっとめんどくさいもんね。どんな用かしら。あら、まあお金、やめちゃうの。まあ上はなるべく欲しいな。それでは森宮記念公園に行きますか。誰がいるかな。ティクティク。なんとか無事に着いたけど。あれ、あ、ごめん、飛ばしちゃった。あー、完全に杭打たれてるって感じで、氷になってる。おあつらい向きになんか足場があるけど、銘の柱。近くで見るととんでもなさすぎだろう。こんなものが町中に現れてやがるのか。正気や文様も他の場所より強く現れているわね。人影は見えないけど。時坂くん、誰だと思う。ゆうきくん。違った。ち、次から次へと殲滅するわよ。うん、このレベルさ、普通にいたら私生きれる気しないけど。じゃあマキシマムレイジ。前に戦った時よりも手強くねえか。ええ、おそらく柱が力を与えているんだと思う。ああ、なるほどね。大したものだな。そんな大物登場みたいな感じで来られましても。あなた方は。確か大学教授とゼミの教え子っていう。うん、こんな状況でフィールドワークなんて。そうだ、この近くで学生を見かけませんでしたか。俺たちと同じ森宮学園の生徒なんですけど。あ、彼らなんだ。あ、入ってんの二人組。うん、ショートの女の子とメガネをかけた男の子。あ、ソラちゃんとユキくんか。もしかして。え、間違いないでしょ。なぜ入ったかはわからないけど、急いで追った方が良さそうね。はいはい。いや、守る方にもの身にもなってっちゅう話よ。どうもっす。どうもっす。じゃあお話ししていこっか。カフェの方に人がいるっていうだけね。森宮学園に避難、それはいいね。うんうん。自分もね。何の研究ですかね。その余裕はなさそうっす。わなってしてる。大変ね。はい。はーい。はい。はい。では今回はここまでにしようと思います。ありがとうございました。